いつに気づかれずに痩せるのだの巻。片西チャンネル。なぜ体重を測ることにこだわるのか。それは時に恐ろしい、時に助けになる絶対的な存在、支配者、あいつに気づかれないためです。1ヶ月に3キロ5キロなんて落としたら、あいつがすっ飛んで、なんや食べとらんやんけとまくし立てます。あいつの正体は脳内で体重を管理している潜在意識です。人間は変化を嫌うので、今設定されている体重が減るとストレスを感じて元に戻ろうとします。だからここに気づかれないようにそろりそろりと落とします。いやー、ダイエットなんてしてませんよ。ほら食べているでしょ、お腹いっぱいですよ、栄養も体に入ってますよね、ストレスなんて感じてませんよと、あいつを騙していくんです。実は1ヶ月で1キロだけ落ちるぐらいの量の食事をしているのですが、気づかれなければこっちのもの、順調にダイエットは進みます。食感を上げすぎれば食欲お化けがやってくる、無理に食べない日々を続けたら体重管理のあいつがやってくる。気づかれないようにリバウンドしないためにそれが必要なんです。だけどつい無理をしすぎて体重の減りが早かったとして、あいつに食べろ食べろと言われたら、その時はもうお腹いっぱいに食べてほしいんです。ただし油を少なめにするとか、少し野菜を中心に鶏肉、魚、魚介類、ご飯なら卵をおじやにしてとか、赤身のステーキとか、食べるものはたくさんあります。なのでしっかり食べて、それで体重が次の日に5キロ増えるなんてことはしないんです。測っていればわかります。ちゃんと栄養が入れば体が安心して、あいつがなんやダイエットしてなかったんやな、ほなと自分の部屋に戻っていきます。そこからまた始めていけばいいんです。ちゃんと食べつつ少しずつ量を減らして、あいつに気づかれない、結果1ヶ月に1キロ減った、これがあいつに気づかれずに痩せるのだの巻です。花西チャンネル。